はい、どうもこんにちは。ブラックスワット、チームデスマッチやっていきます。なんか前回と同じドッグナイトだな、また。あ、今度逆側かな？いや、同じか。またこっちか。まあいいや。で、今日はね、前回お話しできなかったマウス感度のことについて説明していこうと思います。で、ちなみに CZ805 すげえ久しぶりなんだよね。あ、この銃ね、ほんとね、ブラックスクワット始めたての頃って、この多分、こういうなんか、ゴールドで買う銃しか買えないと思うんだけど、これすごいですね。もうこんな感じ。もう狙ったとこにね、飛ぶんでね、かなり、初期に買える銃としては一番おすすめですね。私もね、一時期これ使っててめっちゃ強くてね、なんか無双して暴れ回ってたっていうこともあるんでね、まあ早速スナイパーにやられたんですけども。でまずね、ブラックスカット始めたての人はもうこれ一択で、まあ一択って言っちゃあれなんだけど、これでいいかなっていう感じですね。まあ今これ暴れ回るんでね、見といてください。で、マウス感度なんだけど、皆さんマウス感度どうやって決めてますか？まあ、私はね、もう勘で、もう振り向きたいところに、振り向いた時に、このぐらい腕動かしたら、まあ、直角の90度右側見れればいいやぐらいな感じっつも決めてるんですよね。まあ大体だから、一点に合わせて、まあ、こういうなんだろうな、なんか、90度がわかるようなマップ使って、まあ、勘でマウス横に振るんだよね。なんか、真横見たいみたいな。でその時に真横見れるぐらいの感度がちょうどいいかなと思って設定してます。で結構ね、やっぱね、マウスの持ち方とかもあるんだけど、手首視点で横向きたいと思って手首振った時に真横見れるぐらいの感度。まあ、ちょっとね、説明になってるのかどうかわかんないけど、まあ、要は今振り向き大体、振り向き40なのかな ?40 センチですね。振り向きじゃないか。それ360度か。で、真後ろ向くのにだいたい20センチぐらいです。つか20センチですね。きっぱり20センチ、どのゲームでも真後ろ向くのは20センチって決めて感度設定します。感度設定するときにさ、ちょっと面白いのがさ、なんかどこで感度設定するかなんでね。なんかバトルフィールドみたいにうねってるマップだと本当に振り向いてるのかよくわかんなくて、でこういうね角みたいなのを探すんだよね。でこういう角みたいなとこ探して、なんかメジャーあるんで、目の前にメジャーでマウスパッドにメジャー置いて、さあ20センチだみたいな感じでなんかちょいちょいって調整してる。そんな感じでいつも調整してるんだけど、でそうだな、おすすめの感度とかは特になんか自分がやりやすい方法でやればいいと思うんだけど、まああえて言うんだったら、こういうゲームだったらね、割とミドル戦士からロー戦士の方がおすすめだとは思いますね。基本敵が出てくるとこも大体わかるし、そんなにね、上下にマウス振ったりもしない。大体左右に振るぐらいなんで、あんまりね、エイムもね、そこまでブンブン振り回すタイプのゲームじゃないと思うんで、どっちかと精密射撃が重要だよね。ヘッドショットとか、すごい大事なんで、このゲームは。ヘッドショットするための本当に点でエイムしなきゃいけないんで、まあまあ腕視点と手首視点を使って精密射撃するみたいな感じで行くのであれば、だいたいね、まあ、20センチとか20センチ以降がいいのかなって思います。まあロー戦士であればロー戦士の方が顔、まあ、ヘッドショットの頭のサイズあるじゃないですか、敵の。その合わせるときにね、調節するのが楽なんですよね。ただあんまりハイ戦士にしてると、まあ、ちょっとね、動かしただけでかなり、ブレちゃうんで、調子悪いときにね、かなり本当になんか差が出ちゃうんですよね。でめっちゃ遅くすりゃ、どんなに調子悪くても腕ブンブン振りましゃいいんで、そんなにね、なんか精密射撃っていう感じにならない。そんな感じですね。もう感度だから振り向き大体、なんかたまにね聞かれるんだよね、友達とかにも、なんかどんくらいの感度でやってんの、まあ、大体なんか20センチぐらいだよつって。まあ、感度ちなみにあんまりコロコロ変えない方がいいです。一回決めたらね、コロコロ変えるとね、もうなんか合わせらんなくなるからね、基本的には変えない方がいいですね。なんかもうしばらく、なんだこれもう何年もこの同じ感度でやってっかな。どのゲームもね、この振り向き20センチでやってるんだよね。まあ、全部のゲームそれでやってるから、なんかいきなり他のゲーム入ったとしても、なんかいきなり振り向きヘッドショットとかも出せるし。
まあ、まあ同じ感覚かな。まあ、あとちょっと注意したいのがね、FOV かな。視野角ね、あんまりずらすと、ちょっと感覚変わっちゃうんでね。視野角はなるべく90とかさ、だいたいなんかいつもやってるゲームに合わせておいた方がいい感じしますよ。で、CZ805、無双してる感じですけど。やっぱこれ当たり障りない感じでね。しかもこの武器調子にあんまり左右されにくいんだよね。なんだろう、まあ、劣化版 M4 なのかちょっとわかんないんだけど、そういう感じ。なんかね、もうフルオートで打ってもブレないし、使いやすいっすね。しかもね、覗かなくてもいいんだよね。こうやって、こんな感じで。ああ、全然ね、青いし。あ、もう終わったな、これ。もうそんな感じ、CZ はすごい使いやすいっすね。もう CZ の話じゃねえか。マウス感度の話か。マウス感度はね、他に話せることは全然ないんだけど。そうだね。あとね、まあ、おすすめのマウスっていう、まあ話でもないんだけど、マウスはね、デスアーダー買っとけばいいんじゃないっていう感じかな。まあ理由としてはね、なくならないっていうのがね、一番の理由だね。もういつでも作ってるし、お店行けばね、絶対買えるんでね。なんかそのデスアーダーとか、あとは、ロジクール製のマウスは、もうおすすめですね。で、やっぱね、マウスをね、変えるとね、結構感覚もやっぱ変わるんだよね。なるべくね、同じマウス使い続けた方がいいと思うんですよ。で、なんかね、昔なんかマイクロソフトのインテリマウスエクスプローラーみたいなのがあったんだけど、あれね、なんか作んなくなっちゃったんだよね。ある時。で、それですごい困った。マウス難民みたいになってたんだけど、まあ、そういうこともね、あるんでね、割と有名でみんな使ってるようなマウス使っとくのがおすすめですね。ということで、デスアーダーをおすすめします。まあね、マイナーチェンジしながらずっと出てるんでね、もう何も考えずにデスアーダー買っていけばいいかなっていう感じですね。はい、そんなこんなでね、今日はマウス感とね、マウスの話したんですけどね、なんか聞きたいこととかあれば、コメントもらえればね、今度お話ししようと思います。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。次の動画でお会いしましょう。